真ん中に卵黄。はい、ということでこちらで春キャベツの一番美味しい食べ方、春キャベペペロン完成でございます。わー、いただきます。あちんちよくそどもあつさんです。はい、よろしくお願いします。ということで、はい、春がやってきました。イエーイ、花粉症。桜も咲いているけど、桜が咲いてから毎日雨。本当にふざけているのかと。毎日そうだよね、でもマジでストップ。うー悲しいです。勘弁。花見したいな。ということで花見がしたいですけれども、はいはい、春といえば、といえば野菜が芽吹き、春の芽吹き、いぶき。おお、いぶき。はい、芽吹き時価というところで、春野菜というものがはい、このようにはたくさんありまして、できます。はい、春になるとね、美味しく美味しく美味しい野菜がたくさん出てくるということで、今回は、うん、春キャベツを使います。わーん、バーン。はい、これを使ってるんくんがすごく美味しくて、美味しい料理を作ってくれる、うん、クリアになるということで、うん、どんなものを作っていただけるんでしょうか。はい、僕毎年春キャベツの季節になると、うん、もう絶対作るものがあって、僕は何なら春キャベツはその食べ方が一番美味しいと思ってるんですけども、春キャベツペペロン。おお、一番うまいと思ってる。春キャベツペペロン、美味しそう。いいですね。この甘みがもう本当にね、うん、もう素晴らしいんで、それを活かせる料理です。はい、はい、じゃあ早速、はい、うん、春キャベツを使った料理でちょっと春を感じていきたいと思います。それでは早速、レッツゴー。行こう。でよっす。よっす。やりまーしゃん。じゃあ春キャベツ、まずね、この芯の部分取っちゃって。春キャベツはね、もう非常にね、だから春キャベツも新玉もそうだと思うんですけど、どっちも甘いから、じゃあステーキにして食べよう。いやでも全然ね、ありなんだよなって思って。春キャベツ、春キャベツステーキにもね、ありなんですよ、ぶっちゃけ。生でもいいし、本当に。確かに。じゃあルンク、生で一発いっちゃっていい。キャベツってさ、でもキャベツ、ね、生でいけるの、うん、うまっ。これでいいかも、今日作れなくていいかもしれない。1週間春キャベツ生活。はい、ということで春キャベツ、まあ、1人前だったら8分の1ぐらいで全然大丈夫です。で、ニンニク1人前あたり1片で大丈夫なんですけど、みじん切りしておきます。はい、そしたらフライパン弱めの中火で、オリーブオイルちょっと多めで、ニンニク投入しちゃいます。で、軽く香り出てきたらベーコン入れちゃいます。適量で OK。 で、今日はパスタ3分なんで、このタイミングぐらいで茹でちゃいます。お塩たっぷり入れて、で通常だったら、まあ、ここがパスタが茹で上がる3分前ぐらいの感じでちょうどよく出てください。春キャベツは全然そのままでもまずいけるんで、そんな火を通しすぎず、シャキシャキ食感を残しつつにしたいので、そんな感じで、はい、3分茹でます。1、2、あ、数大丈夫大丈夫大丈夫、数えるからそんなね、何も言えなくなっちゃう。5、6、7、8、大丈夫大丈夫、普通にうるさい。普通に。子供がさ、数字数えるときさ、10ってよく飛ばすから、あれでロスしてるよ。あー、正確ではない、確かに。ずっと思ってたんだ。10のカード。はい、このぐらいで、春キャベツぶち込みます。ダメです。まあ、量はね、お好みでいいです、正直。ダメです。ダメです。良くないです。
少ないでー騒がしい。ほい、そしたらパスタ茹で上がったらここにぶち込んで、そのままぶち込みます。おいしいパスタ作ったお前、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 おいしいパスタ。ちょっと強火にして混ぜます。魚の爪忘れちゃったんで、糸切り唐辛子ちょっとちぎって散らします。最初にパスタを剥くで、周りに具材を盛ると綺麗に見えます。真ん中に卵黄。ここまでで皆様、このパスタ味なくねって思った方いらっしゃると思います。こちら塩昆布、この本当に春キャベツと塩昆布の相性が本当に良くて、僕マジでこれでしか春は春キャベツ食べません。で最後に胡椒、マジでたっぷりで、パセリはちょっと欠かせないんですよ。はい、ということでこちらで春キャベツの一番美味しい食べ方、春キャベペペロン完成でございます。わーお、いただきます。わー、それでは春を感じていただきまーす。割って混ぜていただいてよろしいでしょうか。で、あ、そっちじゃない、皿じゃなくて、皿は割らない、割って混ぜるって、自分の家の皿、わかんないよ、わかんないよ、わかんないよ。何を割るの。卵、あ、割って混ぜる、そうやって言えばいいじゃん。割ってって言うと割るもんいっぱいあるんだからさ、わかんないじゃんね。うわで、これね、何がいいかっていうと、もう全部塩味は塩昆布に任せてるんで、はい、もうこれちょっと今ねまだ薄いんだけど、あとお好みで塩昆布足してもらって、はい、食べるような感じで。わあ、取っちゃいますね。どうぞどうぞ。わあ、でもあんまキャベツ入ってるさパスータってあんま食べないから。食べないでしょ。ちょっと楽しみですね。めちゃくちゃうまいですから。ではいただきまーす。どうぞ。わーい。キャベツ食ってんねんけど、うめえ。キャベツ食ってる。いただきます。あー、うまっ。うん、あ、うめえ。あ、キャベツシャッキシャキでおいしい。ほんまにこれしか食えんくない、ほんとに。パスタにはなかなかないこのシャキッとした、うん、食感が非常に新鮮でいいですね。いや、このパスタいないんですよ、うん、本当にこの春キャベツを使わないと。あ、普通のキャベツじゃ違うんだ。そう、ちょっとしなってなっちゃうから。うーん、あと甘みがもうね、うん、確かに段違い、もう本当にすごいね、うまみがもう爆弾って感じ。強、塩昆布ってすごいね。そう、うん、普通のペペロンチーノに春キャベツ入れるじゃダメなで、春キャベツにこの甘さに塩の塩味はもちろん相性いいんだけど、そこに昆布の旨味で殴るっていう、うん、なるほど、システム、これはね、殴られてる。確かに、うん、今はこれもう全てが成り立ってる、うん、東京すごい旨味がね、凝縮されてる感じするもんね。一回ペペロン作ってる時に試しに入れてみたら出来上がった、これが、うん、すごい。それ以降はもうダメでした。もうこれ以外は、そう、これ以外は愛せなくなってしまった。マジベーコンと塩昆布だけで、うん、塩全部を補ってるから、うん、めちゃめちゃいいね、うん、逆になんかパスタとか作ってる時にさ、うん、俺も最初の頃はさ、うん、塩加減結構ミスる、ね、ペペロンとか特に難しいから、うん、これだったらもう塩使わずに、そう、これとベーコンだけで味がもう整うって考えたら、初心者の人とかめっちゃいいよね。やりやすい。だからもう本当に人に出す時とかも最初ちょっと持っといて、うん、あとはこの目で足してくださいって言えば、うん、確かにね、そう、人の好みで合わせるから、確かに調整できるから、これなかなかいいですし、なんでぜひちょっといいね、あるとね、うん、あるといいまじょ、うん、活用法だね、これは素晴らしいと思います。ご飯にかけて食ってもいいしな、いそれはマジで本当に塩と同じ使い方でいいですね、うんうん。
生のキャベツを混ぜるだけ。あ、そうね、おつまみになるよね。だからそこにごま油足したらもう居酒屋の、ね、確かにやつです。あ、そうだわ、うん、あ、素晴らしい。塩昆布だ、みんな。塩昆布です、うん、今日は塩昆布の。あ、違う春キャベツ愛するどうかなと。はい、ということで今回は春にちなんだもうね、はい、キャベツで、ちょっとペペロンチーノ作っていただきましたけれども、うん、非常に美味しくて、マジでおすすめ。これマジでちょっと病みつきになるぐらいのね、魔力あるんで、ぜひちょっと今のうちに、うん、春のうちに試してみてはいかがでしょうか。ということで本日の動画でございました。皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイ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 。